こんにちは、ハマーです。今回はこちらのギターで使うピックケースを作ります。端切れできるのと、今回も駒合わせ縫いで作るので、初心者の方の練習には良いと思います。初心者のうちは、いきなり大きいものを作るよりも、小物を数多く作った方が練習になると思うので、良ければ挑戦してみてください。では作ります。で、あらかじめ型紙を作ったのですが、本当に小さい、これぐらいのサイズでいきます。端切れもちょうど、栃木レザーだったと思うんですけど、ちょっと余ってたんで、こちらを使おうと思います。大きさも、大体10センチぐらいあれば作れると思います。で、厚みなんですが、今回の厚みが1.8ぐらいありますね。この皮を使おうと思います。一応今回の感じは、こちらが上側で、マチがこうついて、これは土台ですね。で、ここは R を取って綺麗にしようと思います。イメージはこんな感じで、ここにキーホルダーをつけようと思います。で、止めるのは、ここにバネホックをつけて止めようと思います。
面縫いを折りました。それでは最後縫っていきます。縫う時なんですけど、ここを僕はここソーイングポニーで挟んで、で、針で一応仮止めしてやって縫うと縫いやすいです。ここですね。あとはもうここから縫っていく感じです。ではちょっと縫っていきます。はい、最後も縫い終わりました。はい、縫い終わりましたので、キーホルダーをつけてみようと思います。完成しましたので、ピックをはめてみたいと思います。ピックの数が1、2、3、4、5、6、7、8、9枚ですかね。こんな感じで収納できました。コマ合わせ縫いで縫ってるので結構頑丈に作れてるような気がします。今回は、端切れでピックケースを作りました。余った革で作れるので練習には良いと思います。デザインを変えると、このように SD カードケースなども作れると思います。
歯切れを活用すると面白いので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。